おはようございます。ちょっと朝なんで元気ないで、俺今日6時に起きたからね。でもすげえよ、農家のおじちゃんって言えばいいんかな、もう俺より早く起きて作業してるよ。まあ年齢といったら限りなく思想が見えそうなおじいちゃんだけどね。あ、炎上すんなよ。あ、俺チャンネル登録者数6人程度だった。ガハハハハハハハ。今日使うのはね、このカマギリリュウジ。まあいつも通り素揚げにするんだけど、やっぱ中にハリガネムシ中寄生虫おるから水をつけて取り出す。めっちゃ牛のうんこの匂いがする。家畜っぽい。でも俺この匂いめっちゃ好きなんだよね、このうんこみたいな匂い。あれが僕今日食べるカマキリですね。ちょっとこれかわいそうだけど針金を取ります。見て、ちょっと見づらいかもしんないけどさ、俺10秒、そう30秒ぐらいしかつけてないのにさ、見るかな、この線っぽいのもう出てきてるんだよね。すごい気持ち悪い。俺これも食べようかな。そう、今から氷水持ってきてすぐ出しますわ。ちょっと寄生虫なんで怖いんで手袋します。俺の名前はカマキリリュウジ。ちなみにだけどね、このカマキリね、ハリガネムシに寄生されてなかった。はぁ、あ、いやお前今さっき寄生されてるって言ったよね。実際カマキリって寄生されてない場合であるのかっていうと、約1割 10% の確率で純粋無垢なカマキリがいると。よかったね、うん、ありがとう。やばい、のこのこしてたら雨が降ってきちゃったんで、もう焼きます。やばいやばいやばい、時間がない。リセッタちゃん、いや落っこちちゃった。いただきます。多分これ跳ねるんだよ。いただきます。最低だわ。待って、ね、小持ちだったし針金虫普通にいたんだけど、しかもカメラワーク今さっきめっちゃ地獄じゃん。こんな感じ。じゃあ食べていきます。いただきます。ちょっとこれハリガネムシはさすがに嫌なんで。見てこれ、まだ中にも卵あった。やったー。じゃあいただきます。待って、こっちがいいか。なんか酸っぱい味がする。独特。でもこれ下半身一気にいくわ。卵がね、ちょっと卵が酸っぱいんだよね。でもね、食用ではないわ。うん、やっぱ。じゃあ最後いただきます。排泄物みたいなの取ったら、うん、こんなちょっとしかなくなってきた。だけどこれの味の正体わかる。これでいただきます。一番いける。でもなんか中身がサラサラしてる。あと酸っぱい味はこれではないってね。ないね。ごちそうさまでした。ちょっと独特の味がするね。バイバイ。